一橋大学。一橋大学は、森有則が1875年、明治8年に開いた、商法講習所を源流とする日本で最も古い、社会科学系の大学である。第二次世界大戦前には、小学専門の官立大学、旧正統教唱科大学として開設さていた。森有則は、幕末期に、ロンドン大学に学び、後初代米国代理講師として、 ワシントンに滞在した。英米両国では、実業家が官僚や政治家に劣らず活動していること。国家独立の基礎は、経済の不況にあって、そのためには、経済人の育成が急務だと痛感したこと。それらが、学校設立の端緒となっている。遠隔から、産業界の指導者を育成するという見学理念を持つ。19世紀イギリスの論客トーマス・カーライルの著作。 過去と現在から取られた言葉、キャプテンズ・オブ・ンダストリーという言葉は、一橋大学における事実上の講座となっている。以下、特記していない専攻は、博士課程、修士課程、博士後期課程である。一橋大学附属図書館は、文部科学省から人文、社会科学系外国雑誌センター館の指定を受けている。また EU から、 EU 資料センターに指定されている。一橋大学付属図書館の蔵書数は約175万冊。なお、一橋大学では、付属図書館以外にも、国際企業戦略研究科図書室、経済研究所資料室、経済研究所属日本経済統計情報センター、社会科学古典資料、センター、イノベーション研究センター資料室等にも、 図書等が所蔵されており、全額の蔵書数は約245万冊である。一橋大学が社会科学の総合大学であるという特色から、全蔵書の5割は社会科学系である。また原則として同じ本を複数所蔵していない。したがって蔵書数という量的な面にとどまらず、質的な内容の充実度においても優位性が認められる。 一橋大学ではもともと短歌大学であったことから伝統的に中央図書館制が取られており大学で購入された図書は基本的に中央図書館である一橋大学付属図書館に集中配置されるそのため一つの図書館である一橋大学付属図書館に蔵書約175万冊が集中的に所蔵されているまたその七十五万冊の図書のうち 100万冊が開花となっており、開花図書数は他の国立大学図書館に比べ極めて多い。このように図書へのアクセス性が高いため、貸し出し数が多くなっている。中国人民大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学、慶応義塾大学、早稲田大学、 国際キリスト教大学、津田塾大学との間で、図書館の相互利用協定が締結されている。また、上智大学との間で、相互貸し出し協定が締結されている。一橋大学附属図書館に隣接する社会科学、古典資料センターには、カール・メンガーの蔵書を集めたメンガー文庫や、オットー・フォン・ギール家の蔵書を集めたギール家文庫など隠し文庫があるほか、 トマス・ホップズのリヴァイアさんの初版1651年や百科前書の初版1751年トマス・ロバート・マルサスのサイン入り人口論初版1798年やジャンバティスト製の書き込みがあるマルサスの経済学の書定義1827年といった貴重書も所蔵している図書以外にもィクトル・ユーゴーやオノレド・バルザックらの書 一橋大学ゆかりの経済学者である福田徳造やヨーゼフ・シュンペーターの思考、古文書、紙幣、コイン等が所蔵されている。これらのコレクションの保存は社会科学古典資料センターの修復工房の専門家が行っている。一橋大学付属図書館は1998年、2002年、2003年には朝日新聞社による大学図書館ランキングで 総合順位1位となっている。21世紀 COE プログラムとして4件のプロジェクトが採択されている。グローバル COE プログラムとして2件のプロジェクトが採択されている。文部科学省の大学国際戦略本部強化事業に採択されている。EU インスティチュートインジャパンにて日本の研究教育拠点校として指定されている。この他、 以下のような競争的資金の獲得がなされている。関係者は伝統的に国際色ある教育が特色と考えており、文部科学省よる大学国際戦略本部教科事業への採択や EU インスティチュート in Japan による日本の研究教育拠点校の指定などなされている。留学制度としては世界各国の四十以上の大学や機関との間で協定の締結がなされ、 グローバルリーダー育成海外留学制度や、一橋大学海外派遣留学制度などの留学支援制度が設けられている。グローバルリーダー育成海外留学制度では、選考を経て、ケンブリッジ大学、ハーバード大学、オックスフォード大学、ロンドン大学ロンドンスクールオブエコノミクスへ資金援助を受け留学する。一橋大学海外留学奨学金制度では、 社団法人、助水会や卒業生が起業した、企業等からの支援を受け授業料、旅費、生活費が全額給付され毎年40名超が留学をしている。この他英語やドイツ語の授業の一環として、スタンフォード大学の短期語学研修プログラム、またはカリフォルニア大学デイビス校付属外国語学校やドイツバウハウス大学で、 夏休みの期間に研修を受ける講義も開講されており、一つ橋基金からこの研修の経費の一部につき援助がある。短期海外研修として、北京大学、オーストラリアモナシュ大学、スペインベルエ社、韓国、西江大学校で春休みに4週間研修を受ける授業も開講されている。給付奨学金制度である。 一つ橋大学学業有修学生奨学金制度は、学部在学生及び卒業生を対象とし、経済状況に関わらず、成績が優秀なものに年間96万円支給される。このほか経済的事情で授業料を払えない場合には、授業料が免除、または減額されることがある授業料免除制度等もあり、全学生の9%弱が、 授業料を免除されている学生の経済的負担を軽減するための学生寮としては国立キャンパス付近及び小平国際キャンパス内に周辺家賃相場に必死安価な学生用宿舎である国際学生宿舎が大学施設として設置運営されている。また国立キャンパスに隣接して 一橋大学キリスト教青年会による YMCA 一橋寮がある。4大学連合の協定により、東京医科歯科大学や東京工業大学、東京外国語大学で、医学、理工学、外国語学等の授業を履修、単位取得することができるほか、編入学、複数学志望の取得も可能である。また、多摩地区大学協定により、東京農工大学、 東京学芸大学等で、農学、教育学等の授業を履修、単位取得することもできる。その他お茶の水女子大学などとの単位互換制度も存在する。小学部、小学研究科、経済学部、経済学研究科、法学部、法学研究科には、大学院に飛び級して入学し修士号や、専門職学位を取得できる制度がある。小平祭、小平祭は、 国立キャンパス東地区で毎年6月に開かれる新入生のための大学祭。4月から開催される様々な新刊イベントの集大成として位置、続けられている。一橋大学の学部1年生と2年生で組織される小平祭実行委員会により運営、実行されている。もともとは小平キャンパスにて小平祭として開催されていたが、 一橋大学小平文校、教養課程の廃止に伴い、国立キャンパスでの開催となり、名称も小平祭へと変わった。略称は小田祭、小田祭。小平祭では、学園祭のテーマと装飾テーマが分かれている年もある。一橋祭りは11月初めに開催されている。国立市商工会成年部が主催する、天下市及び国立市が主催する、 国立秋の市民祭りとともに、国立市では中核イベントとして位置づけられており、これら3つのイベントが連携して開催されている。学内向けイベントや一橋大学 OB 向けの企画のほかに、一般市民向けのイベントも開催される。模擬点数は100以上。学部生だけでなく、院生や大学職員も模擬点や屋内企画などで参加する。 ミスコンはマスコミにも取り上げられたことがある。東京大学との対抗戦は、一橋大学の前身である、東京商科大学時代から続いており、探偵部、ボート部、陸上競技部、ゴルフ部、ホッケー部など様々な運動部で開催されている。両大学では、東京大学の東と一橋大学の旧称である、東京商科大学の小を取って、小東戦。 東昇戦と呼ぶ。また、単に相手校の名を冠して、東大戦、正大戦、一橋戦と呼ぶこともある。特に探偵部、冒頭部の東京大学一橋大学対抗競争大会、東商レガッタは2018年に第70回目を迎えた歴史ある対抗戦であり、近年では2009年から2018年現在に至るまで一橋大学が一連勝中である。 一橋大学の同窓組織は一般社団法人助水会といい文部科学省所管の公益法人となっていた。もともとは東京高等商業学校同窓会であったが、1909年に発生した親友事件を契機に同窓組織の強化唱えられ、1914年に母校防衛を基本理念とする助水会として改祖された。 国立大としては珍しく同窓組織が強い、影響力を持つ大学である。助水会館は助水会のクラブ会館として建設された建物で、運営は東京会館が行っているものの土地建物は助水会の所有となっている。国立キャンパスは大学通りを境に西地区と東地区に分かれている。国立キャンパスには古い建物が多く、 以下の建物が国登録有形文化財となっている。金松行道は1927年に金松により寄贈された国登録有形文化財である。1982年に日本建築学会により建築学的に貴重な建物2000棟を集めた日本近代建築総覧に掲載された。1990年には東京都により 都市景観上重要な歴史的建造物150棟の一つに選定され、建造物の保存への配慮要請を受けた。2005年に改修されロングライフビル推進協会、ベルカ賞ベストリフォーム部門表彰を受けた。音響に優れており、クラシック音楽のコンサートに利用されることも多い。これまで、チェコフィルハーモニー管弦楽団、ウラディー・ミル・アシュケナージ式のコンサートや、 ウィーンフィルハーモニー還元楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の主席奏者を、マネーテのコンサート、ラドルプーのコンサートなどが開催されたことがある。2007年には、東京フィルハーモニー公共楽団の主席奏者18人らが、中心となり、金松行動を拠点とするオーケストラ、国立シンフォニカーが結成された。同オーケストラは2011年に、 東北大学100周年記念会館で東日本大震災復興支援チャリティーコンサート院仙台を一橋大学、東北大学、河北信奉社との教材で開催した。国立キャンパスは武蔵野の原生林を残している。2006年には国立キャンパス100年の森プロジェクトが文部科学省全国国立大学施設管理運営に関する先進事例11 例に選ばれたほか、国立キャンパス西地区中央の庭園計画が評価され、緑のデザイン賞、国土交通大臣賞を受賞、資金助成を受けた。映画、男は辛いオトラジを夢枕、容疑者 X の献身、ライアーゲー、ドラマ、コントロール、犯罪心理、捜査、ボイス命なき者の声、ガリレオ、カルーの縁、エジソンの母、南極大陸、花子とアン、 梅ちゃん先生、学校の階段などの撮影ロケ地や、アニメ、狼子供の雨と雪や、ニューゲームの大学のモデル、シャーロットの高校のモデルなどとして使用されたことがある。学術総合センタービルを指す。2012年5月に、一橋記念行動、現、一橋行動、1932年春行の、運営が、独立行政法人国立大学財務。 経営センターから移管されたのに合わせて、神田キャンパスから名称変更した。国立情報学研究所が入居していることから、学術総合センタービル自体は同研究所の所有と見られることが多いが、実際には一橋大学の所有である。一橋行堂の跡地にあるため、行動は現在センタービル内1.2階に同居している。 かつての東京商科大学余科及びその後の一橋大学小平文校、教養課程が設置されていたキャンパス。1996年春に小平文校が廃止され、その後1年間一部の授業が行われた後、一旦閉鎖されたものの親友事件を想起する女水会員からの懸念表明もあり、国際交流を主体とした施設を置くキャンパスとして再度開設された。 親友事件とは、文部省が東京高等商業学校の専攻課を廃止して、東京帝国大学へ統合する奨励を発令したことに対する東京高等商業学校側の反対運動を総じて指し示す際に使われる言葉である。猿年の1908年から鳥年の1909年にかけての事件なので、これを親友事件という。1900年頃、 東京高等商業学校は渋沢栄一を中心に帝国大学とは別に昇科大学という制度を設け東京高等商業学校の専攻科を消化大学へ昇格させるように陳情活動を実施していた。これに対して当時の文部省は大学は帝国大学のみで良いという考えを持っており1907年に消化大学という制度を設けることにしたものの 帝国大学に設置する考えを改めなかった。1909年5月6日には、東京高等商業学校専攻科を、東京帝国大学法科大学の唱歌として、東京帝国大学へ移管、同専攻科を廃止する奨令を発令した。この文部省令に対して、東京高等商業学校に在学していた約1500人の全生徒及び同窓会が猛反発。 臨時学生大会において、をを決議議し、し抗議の姿勢を表した。東京高等商業学校側の姿勢に対しては当時の財界人の支持があり、新聞各紙の論調も東京高等商業学校に同情的であった。この結果、文部省側が折れることとなり、1912年には東京高等商業学校専攻課を存続させる文部省令が発令され、 東京高等商業学校はそのまま残存することとなった。この事件は東京高等商業学校のみならず多くの管理大学、そして私立学校が大学への昇格を求めるきっかけとなった。さらにその後大学令が制定され、旧正専門学校が旧制大学へ昇格する端緒となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。